はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴです。ゴッツエマリオデッセイ2回目ですね。やっていきます。ステージとしてはですね、パート1のそのまま続きですね。で、ですね、一応なんですけど、今ジョイコンに、僕パート1はプロコンでやってたんですが、一旦ですね、ポーズをしまして、ジョイコンに変えております。さてね、ワンワンがいるよね。じゃあちょっとね、操作をなんとなくジョイコンになったんで変わったということで振り返りながら、ワンワン対決かな。一応敵対心は持ってるのかな。これが、僕がね、キャプチャーしてもマリオだということはどうやら分かってるような感じはします。おっと。というわけで倒せるのかな。どうなんだろう。まあ、とりあえず壁は怖そうねという感じですから、行こう。邪魔されちゃったな。こう、こういう壊し方でもいいのか。うん。でね、ジョイコンに変えたわけですが、ジョイコンっていうのはやはりね、いろいろ利点もありますけど、こうやってね、左右、こうやってねって、まあ、皆さん手元見えないと思うんですけど、左右が意外と分かれてるんで、これがいいんですよね。僕、これでニコニコ動画のアプリとか起動することあるんですけど、意外とね、その、両鉄がね、自由に動かせるっていうのはね、いろいろと楽です。はい。まあ、毛布かけながらできたりしてますんで、さあ、で、ボスかな。頑張っていきますか。あ、パワームーンが3つも。よし、倒しましょうか。ちょっとおしゃれなワンワンですね。はい。やはりキャプチャーか。あ、キャプチャーはいけない？できた。なるほどね。シンプルに行きましょうか。いいね。うん。いいですね。キャピーもね、なんか、そうですね。インスタグラムみたいなこと言ってくれますが、うん。そうですね。もう僕もね、ちょっとね、いいねっていうプレイをね、目指して頑張っていきましょう。よいしょ。さあ、行こう。倒し方はね、このステージの基本でしょう。えい。あと一回かな。キャッピーを当て、もう一回当て。で、少しの間を追いかけてくるから、待ちまして、こうやってやった時に行こうと。オッケー、倒せました。さて、首にね、パワームーンが見えますが、まあ、あれを見ると僕はね、昔あったスリーアップムーンとか思い出しますね。多分デザインのモチーフはあれ見えも含まれてるでしょう。まあ、バナナに見えますね、こうやってやるとね。はい。まあ、トロピカルフリーズも出るんだよね。ってことで、まあ、ドンキーもやりたいんですが、今回はね、マリオになります。はい。結構大きさありますね。なるほど。連なってるものはグランドムーン的な名前になるのかな。だいたいこれはまあパワームーン3つ分ぐらいの話ですかね。戻ってきました。若干これカメラが動かせます。おお。では、行きましょうか。なるほど、これはパワームーン3つ分だと。もうちょっとだよね。確かあと1個かな。5個必要な感じでしたもんね。よし、探しに行きましょうか。メニューとか開いてない。お、いっぱい。コインがいっぱい。ちょっとコンビニで働いた人とか、ことある人とかわかるかもしれないですけど、まあ、俗に言う冒険みたいなの出てきましたね。はい。へえ、いろいろありますね。セーブか。セーブは適度にした方がいいんだよね、きっと。よし。では、マップは、これで。おー、いいですね、このマップ。なるほど。冒険してる感じがすごい出ますよね。はい。へー、すごい。ルルブみたいですね。はい。あー、いいですね。ズームが、これで、お、
へえ、すごいですね。わ、これは凝ってますね。今回のマリオはね、世界各地に行けるって言ってたんですけど、こういうところでね、雰囲気出るんだよな。へえ。あ、すごいですね。これは、なかなか面白い。さて、じゃあ次のパワームーンはどこにあるのかなって感じですが、ちょっと行きましょうか。ちょっといろんなアクションも見たい。お、やっぱりそうだ。これでですね、この移動できる。あ、しゃがみ移動ですね。はい。まあ、とりあえずね、行ったことないとこに行きましょうか。さて、ここはちょっと落ち着いていかないと落ちちゃいそう。お、なんかいいですね。このカメラ的な感じで水滴がつくのは面白い。さて、で、ここに来たと。おや？なんだあれは。ちょっと今、左の方かな？なんか見えますね。ドット的なキャラがなんかそこに隠れてるのかな？行こう。これは何？お、何これ？あれはもしかして猫ピーチみたいな？任天堂側の、ちょっとやってる YouTube のチャンネルみたいな、にゃにゃにゃ猫マリオタイムでしたっけ？それの、そんな感じでしたかね？お、なんか、ちょっと気になるところが。お、2D の世界じゃないですか。ドットの世界っていう表現の方が正しいかな。いきましょう。ちょっとね、入っていきましょうか。で、多分ね、こういう感じをやってると、僕がね、僕は、なんか、そうですね、僕は実はですね、Wii U で、まあ、3DS も出てますけど、結構、出た当初話題になりましたけど、マリオメーカーあるじゃないですか。あれをちょっとね、やって気づいたというか、買って気づいたんですけど、僕は 2D マリオが実はちょっと苦手だったっていうことに気づきまして、というわけで申し訳ない。2D 面をやってるとね、なんか、とんでもないミスをするかもしれないんですけど、まあ、それはね、ちょっとお付き合いいただければと思います。なんか今、でっかいコインがあったな。いや、でも 2D マリオはね、今も結構難しいからねって感じで。はい。まあ、ただね、やっぱり難しさとか、そうやーっと、まあ、いろいろあるんですが、何よりね、でも動かしてて楽しいっていう感じはね、やはり今も共通で、そこはさすがね、マリオだなと思います。まあやっぱりね、マリオはそこだと思うんですよ。なんか例えばスーパーマリオブラザーズもクリアしたっていう人ももちろんいるけど、別になんか昔子供の頃ってぶっちゃけクリアした友達そんなにいなかったんですよ。でもなんか やってて楽しいよねっていう、そういう話はもう僕の世代でもできましたから。で、OK、パワームーンですね。これで一応全部じゃ多分ないんだろうけど、移動はできるぐらいにはなったのかな。入る。戻ってきました。じゃあちょっとここをね、はい。今、キャッピーも行ってますが、これでね、船を動かせるので、純粋にどんどん船を動かしていきましょう。とはいえ、ちょっと見えるものは取っていきたいかな。お、いいですね。今、僕、ジョイコンに変わったわけですが、コントローラーが。振るだけでね、こうできるっていうのも面白い。回転はどうやるんだっけ？ それ今カチャンって言ったと思うんですけど、これはね、ジョイコンが僕のね、手の中でぶつかってしまいましたと。よし、じゃあ、やはりね、もうここは移動していきましょうか。もう簡単に行ける？お、いいね、気持ちいい。はい。ではね、船を動かしていきましょう。これがオデッセイ号でしたっけ？動くようになったよと。おお、復活しました。これで一気にね、いろんな場所に行けるようになるのかな。おお、すごいですね。ちょっとスケールでっかいですね。はい。おお、
ギャラクシーとかもね、世界を股にか、まあ、惑星を股にかけてたから、これもすごいなと思うけど。おお、砂の国ですか。ほう、なるほどね。さて、ここはダイナフォーでしたっけ？うん、ここを後にして、移動開始かな。おお、飛んだ飛んだ。あ、すごいですね。うん、ちょっと蜂蜜みたいだけど、うん、でもすごい。お、これで行くのか。お、船長の帽子ですか。次は砂の国でしたっけ？楽しみですね。はい。やっぱ砂の国なんて言うとね、まあ、あっちっち砂漠とか思い出しますが、まあ、64のね、やっぱサンボとかがいるのかな。ちょっとムービー入るかもしれないですね。はい。これってさ、一回宇宙出てるのかな？大丈夫かな？なかなかいい部屋ですね。ヒップドロップ。お、これはなんだ？あ、アクションガイドだ。コントローラー。はいはいはい。ほう、なるほど。アミーボタン。うん。ポション投げる。よいしょ。ちょっとね、見させてください。ヒップドロップ、転がるガンってあるんだ。へえ。ボディアタック。あ、そっか、いろいろアクションあるんだ。上投げ。へえ。下投げ。回転投げ。回転投げ。横に振るか。おー、はいはい。帽子投げホールド。うん。Y 長押し。スピン。うん。なるほど。ちょっとまあ僕もアクションガイドに乗ってるやつもやったし、乗ってないやつもあるなってところで、横宙返り、うん。バック宙ですね。あ、そっか、たくさんいるんですね。うん。カエルか、すごい。ティラノサウルス。うん、やっぱりね、ロマンありますね、ティラノサウルスは。はい。旅のヒント、マップ、お助けモード。ここはごめんなさい、さらっと見て。アミーボおじさんですか？ なんでしょうね、これ。まあ。アミーボおじさんっていうとなんか YouTuber のなんか思い出しますけど、うん。へえ、おじさん要素がまだ見えないんですけど。はいはいはい。これもね、ちょっとなんかおじさんの声で喋ったりするんでしょうか。はい。アミーボに、ランキング。へえ、スコアアタック。早く街行きたいな。気になるんだよな。うん。よし。大きな結婚指輪が有名か。そうかそうか。あ、チンヤですね。うん。へえ。なんか砂の色が割と褐色っぽいってか赤っぽいのがなんか面白い。一般的な砂のところっていくとね、割とその黄色っていうか、あの一般的なイメージとは若干違うのが面白そうですね。あ、寒い。あ、そういうこと？お、帽子が違いますが、これはこれで大丈夫なんでしょうか。おっと。なんか言ってますね。あ、寒くなっちゃったんだ。いらっしゃいっすな。うん。うん。うん、国共通と全世界共通のお金か。あ、パワームーンが売ってたりするんだ。へえ。
買っていいかな。ください。なるほど、こういうものあるんだ、今回は。これはファッションですかね。お、たっか。あ、柄とかいいんですかね。柄じゃない。生地とかいいんですかね。びっくりするな。え、だって10倍ぐらい違うじゃないですか。不思議。これはおしゃれアイテムかな。着替えよう。へえ、いいですね。この道中で服を着替えるか。なんかマリオにしてはすごい新鮮ですね。でもこんななんかね、奇抜な服を着ちゃうとね、なんか水曜どうでしょうのアメリカ編みたいになってきますけど、うん。まあ OK でしょう。あ、たくさんありますね。すごい、アチーニャ兄弟みたいな感じですね。うん。ガンマンか。おお。あ、でもこれはアチーニャのお金がいると。はいはいはい。というわけで気になるものはいっぱいあるけどね、ちょっと行きましょう。クローゼットで着替えられます。というわけで、冒険していきましょう。あ、そっか。こういう感じで、ワールドとステージというかそういうのをお買い物できるところとかは、結構シームレスに繋がってるんですね。よいしょ。なるほど。これがアチーニャコイン。ほう、なるほどね。そういうエリアとワールド、まあ、その基本となる移動するところとかの境目は、すごい面白いですね。新鮮で。あらららら、これ危ないよね。というわけで、どんどん行きましょう。かき氷ね、うん。そっか、これは寒かったんだな。タクシーが来ないっすな。すにゃ、あ、すなーってところで、世界に、それで国の人もなんか特徴がちゃんとあるわけですね。さて、やはりここはね、うん。そっか、やっぱりクッパが悪いんだな。なんかやってったんでしょうね。うん。噴水も凍ってしまった。うん。まあ僕ちょっと寒い地域にいるんですけど、皆さんね、一人暮らしとか始めた人、なんか僕もちょっと気をつけようと思うんですけど、寒い時になんか、寒くて、で、それでちょっとね、実家帰ろうとかで、なんか、あれだ、家にちょっとずっといない時とかに、あの、水抜きっていうんですか、水道管のそういうのやらないと大変なことになるから、気をつけてねって僕、ちょっと部屋の管理する人に言われたんで、ちょっとね、気をつけようと思います。はい。そんな感じで、よいしょ。まあ、だからね、こういう噴水みたいになって、まあ、なんか水道管割れちゃうらしいんですよね。おっかないですね。まあ、まだまだ僕はそこら辺は、あまり経験がないのでね、身をもって体感しちゃうとおっかないんですが。さて、マリオデッセイをやりましょうか。お、これは、マリオって、まあ、昔もそうですけど、こういう感じでなんか、くるくる回転して飛ぶことありますよね。はい。よいしょ。はい。おしゃべりしようか。探し物は何ですか？それだ、それは、それは。それなって読んじゃった。申し訳ない。キラー迷路を突破。うん。ヒント送れるんですね。はい。よいしょ。土管があったら入りましょう。お、これは、これはさ、スーパーマリオブラザーズ3の、やっぱり、ちょっとミニゲームの曲だけど、まあ、個人的にはね、まあ、パート1でも出てきたんですけど、マリオ RPG のクラウンカジノの曲でさ、そっちの印象が僕はね、ずっとやってたから強いんですよ。まあ、ずっとブラックジャックしてたんですけど。はいはいはい。は、何それ。面白いじゃないですか、そんなの。そうそうそう。HD 振動ってすごいですよね、楽しいで。このね、うん。まあ、こんな振動で探そうみたいなことをやったらさ、僕は、64リンクのさ、モダイエシとか思い出すんですが、モダイてますか？お、へぇー。震えるゆか。おー、なるほどね。え、まだあるのかな？そんなわけではない？なるほど、パワームーンはたくさんあるみたいですね。お見事っすな。
一旦今回ここで出ます。面白いですね、こういう謎解きというかアクションもあると。まあね、遺跡の方へ行ったらしいですね。うん、まあ、振動といえばね、まあ、僕はマリオ64の時も、あれはコントロ振動パック対応版がちょっと後から出たんだっけな。まあそんな感じで、僕はね、最初買った時から振動パックがあって、まあちょっと今じゃ考えられないと思うんですけど、うん、変わった石だね。振動パックをあれ、64のコントローラーにつけるとやたら重いわけなんですが、何も奥にないですね。うん。というわけで、で、それでね、でも振動パックが子供の頃僕すごい楽しくて、もう自分からね、あれ敵からダメージ受けた時とかによく振動するんで、あの電球の球の玉みたいな敵がいて、僕そいつにね、まあ、死ぬ直前までただ当たって振動を楽しんでねっていうことをよくやってました。いやあれは楽しかった。子供心にね、あれは振動するのがやたらなんかツボに入っちゃってさ、マリオを何回も倒してしまったんですが、ね、皆さんそういう遊び方もね、たまにはいいんじゃないでしょうか。うん、走り幅跳びですよね。よいしょ。うんうん。お、そうか、やっぱり敵もいるよね、ここら辺のエリアにもね。キャッピーは器用だね、どんな帽子でも大丈夫なんですね。なんかいつものね、マリオのあの帽子じゃなくても全然元気に動き回ってますが、そこら辺はね、なかなかすごい。なんでしょうか。ほう、サボテンですね。はい、どんどん移動していきましょう。これはなんだ、ファミコンのロボットの頭の部分にも見えますが、あの看護師とかでね、上を覗くあいつだと思いますね。はい、あれさ、すごいなんか不意に消えるよね。あ、ほう、ズームか。パワームーンが見えます。かつ何か、ああ、すごい。これも 2D というかファミコンマリオになってる。ほうほう。お、なんだ、いっぱいいるな。というわけで気になるところはたくさんありますね。あ、上にもある。すごい。やっぱりね、こっから見える塔の上がやっぱいいのかな。ちょっと待って。はい、戻れました。というわけで、どんどんじゃあね、塔の上あたりを目指していきますか。えい。キラーだ。キラーにもなれるんだ。へえ。すごいな。もう誰でもな、誰にもなれるんですね。その、もちろんキャッピー投げたら倒せる敵もいるけれど、こういうね、使い方がもうあると。これは壊せない？まあ、壊したかったらさ、多分ここにいて、誘導して、キラーを利用して、パーンと行くと。なるほど。じゃあ、どんどん利用してみようか。今、ジョイコンを押してもっと加速してみました。さてね、あんなところに今、パワームーンがさらっと見えましたので、やっぱ気になると。さあ、行くぞと。どこまで行けるんだろうね、これは。高度は落ちないんだ。なるほど。こうやってね、すごい気楽に取れるパワームーンもあるぞと。向こう側行ってみましょうか。ちょっと怖いですね。追われてる。おっと。そっか、加速すると。こうやってこうと自壊してしまうタイミングがあるわけですね。はい。あ、ちょっと待って、これはダメだろう。ちょ。これは死んでしまうところでしたね。はい。さて、あの中もちょっとね、入ってみたい魅力はあるんですが、まあ気にせずに、ちょっと先は行くよ、先を急ぎましょう。よいしょ。はいはいはい。こういう、そんなこと言うとね、ここでヒップドロップしたくなるわけですが、なるほどね、はい。いやー、マリオって丈夫なお尻してますよねっていうところで、やはりね。
これはやっぱキラーを連れてこようっていうか、キラーを使おうかなってところかな。これは何だろう。ちょっとこれ気になるんですが、もしかして上に乗ったりしていけるというわけではない。あ、上にコインが見える。よいしょ。でもちょっと移動が大変。どうしよう。よいしょ。キラーはコードを変えれる印象がないんでってとこですが、これってさ、あれって乗れたりするのかな？行きたい。はい。あ、行けますね。頑張ろう。よし、オッケー。さて、サボテンも見えますが、進んでみますか。2D マリオタイム。そうそうそう。ちょっとね、この前の動画を見返してて気づいたんですが、BGM もね、ちゃんとね、2D 風にアレンジされてる。まあ、2D 風っていうか、まあ、昔風にアレンジされてるのすごいですね。さて、よいしょ。やってきました。お、ちょっと待って、ひときわ何か光るものがあります。きっとこれは、身につけた。そっち行っちゃうの。まあね、そんなこと言われたらね、取りに行きたくなるのが、まあね、マリオの差がということで、これさ、次回したいときはどうすればいいんだろう。あ、戻ればいいのか。そっかそっか。飛び出た砂の木箱から。よいしょ。あ、壊せるんだ。あ、そっか、じゃあなんか、さっきのところ壊せたかもしれない。まあ、ここはね、キラーの力を使っていきましょう。いいですね。なんかすごく何でもできる。まあ、ゼルダじゃないんですが、まあ、これもね、まあ、今言うゼルダはブレス・オブ・ザ・ワイルドの話なんですが、なんかね、謎の解き方が一つじゃないよとか、まあ、移動、そこに行くためにはね、どんな方法使ってもいいよって感じをね、なんかそれは、このマリオにも受け継がれてる感じがちょっとしますね。はい。さあ、行きましょう。おっとっと。まあ前から見てる人もいるかわからないんですが、僕の動画はね、基本的にあまり編集をしないスタイルでいくので、割と変なところで切れるかもしれませんが、まあお付き合いください。よいしょ。これはさ、どうするの？まあどんどん行こうか。お、はいはいはい。しゃがむ。うん。はい。楽しいですね、これ。というわけで、トノです。今日はね、ここら辺ぐらいまで切って終わりになるかな。おー、すごい気になるところもありますね。はい、いただきます。はーい。いい顔してるね。チーズサンドイッチ。はい。集めて砂のムーンチップ。あら、モアイですかね。はい。あ、へえ、ムーンチップだ。よし、じゃあこんな感じでいきます。あ、寒いんだ。そっか、あまり分かってあげられなくて申し訳ない。うん。じゃあね、ここら辺でちょっとね、切りもいいかなってところで、うん、パート2これで終わりになります。で、まあ最後撮ったんですけど、まあこんな感じで写真も撮れるから、まあ Twitter トレンドしてね、まあなんか、インスタグラムじゃないけど、まあ、インスタ映えじゃないけどね。まあ、ちょこちょこ写真も撮っていこうかなと思います。まあ、その、インスタ映えとか言うならツイッターじゃなくてインスタでやるよって話なんですが、うん、まあ、そういう感じでね、なんか適当にツイッターとかにもやるかもしれませんが、まあね、そういう感じでもお付き合いください。まあ、あとね、そのスイッチのボタンってさ、なんかあまりお好きなくてもここって押しちゃったりすることがあるんですよ。まあ、そんな感じのアームズの写真とかね、ゼノブレイド2の写真とかいっぱいあるんですが、うん。じゃあね、パート2これで終わりになります。じゃあね、マリオ、ごっつえマリオです。またね、お付き合いください。じゃあ、失礼いたします。